ごきげんよう、カトリー。カトリーの元気な顔を見られて安心したよ。それで、今日はどうしたの？用件はね、カトリー、あなたにパパの手がかりを教えてあげること。どういうこと？レイトン教授を探すヒントか。何か知っているの？私も死ぬ前にはレイトン先生にもう一度会いたいからね。あなたにはぜひ探し出してほしいのよ。そりゃあ私だって優しかったパパに。どれにしようかな。じゃあこの中で一番人気があるケーキを食べるというのはどうだい？うん、いいよ。ほんと、あれ、どれが人気があるケーキ？当ててごらん。いいかい、カトリー、謎を解くときはよく観察するんだ。どこかに必ずヒントは隠されているよ。わかった。真ん中上のマロンケーキ。ほう、なぜだい？人気のあるケーキはお店の人がいつもお客さんに出さないといけないから、きっと出しやすい高さに置いてあると思うの。カトリー、なかなかいい推理だ。だけどちょっと違っているよ。じゃあ答えは？答えはその一つ下に置いてあるショートケーキさ。なんでなんでなんでわかるの？ショートケーキ3つ。あーい、毎度。カトリー、お店の奥を見てごらん。あ、ショートケーキは人気があるから、いちいちショーウィンドウから出さず、あそこからすぐにお客さんに出せるようにしているんだよ。カトリーの選んだマロンケーキは2番目だ。見るなんてずるいよ。ずるくはないさ。答えはどこにあるかわからない。ショーウィンドウの謎の答えがショーウィンドウの中にあるとは限らないんだよ。私は謎解きの権威、レイトン教授の娘、カトリー。消えたパパの行方を追って今日も不思議な案件を解明し続けているのです。それで、そのパパの行方のヒントというのは？そう、もうかれこれ11年も前のことだね。ありがとう、ローザ。ローザが入れてくれる紅茶は相変わらず心がこもっていて美味しいよ。あら先生、お上手ね。いやいや、本当その頃は謎解き案件も少なく、先生も穏やかに過ごされていたかね。あら、あなたは。レイトン教授は、エルシャール・レイトン先生はいらっしゃいますか？先生、美しい女性のお客様ですよ。ローザ、入ってもらって。あなたがレイトン先生ですね。はい、そうですが、あなたは。私はメアリナ、先生にお願いがあってきました。どうぞお座りください。それでどのようなご用件でしょうか？先生に私の夫を探してほしいんです。探してほしい？
ということは彼はいなくなったのですね。はい、数日前から戻りません。私の夫の名はルーク・トライトン。私の大切な友人です。はい、でもなぜそれが。あなたのカバンには3つのアクセサリーがついている。そのアクセサリーはすべて私とルークが過去に解いた謎にちなんだものです。え、これが。おそらくそれは君がルークの本当の妻であることを証明するもの。私が君に疑いを持たないようにね。さすがルークですね。それでルークはどのようにいなくなったのか聞かせてください。ルークは何か大きな謎を解こうとしていました。アメリカで私たちはコンビで謎を解いていました。でもある謎に出会った時、彼は私からその謎を遠ざけ、自分の部屋にこもってその謎の解明に取り組むようになったのです。そしてルークは数日前、忽然と姿を消しました。わかりました。私をルークの部屋に連れて行ってもらえませんか。はい、もちろん構いません。私は出かけるよ、ローザ。あらあら、ちょっと待ってください。すぐに準備しますからね。え？私も行きますね、先生。ローザが？今のレイトン先生には助手がいませんからね。ほう、それは心強いね。わかった、一緒に行こう。ルークはこんな近くに住んでいたんですね。ああ、アメリカから戻っていたとはね。ルークの部屋はこちらです。ルーク。あら、これは先生とルークが辿った謎解きの旅の写真ですね。そうだね。ルークはレイトン先生との思い出を大切にしていました。ことあるごとに先生と旅をしたことを私に自慢していましたから。そうですか。ん？イギリスに帰ってきてすぐにレイトン先生のところへ伺うのかと思っていたのですが、なぜかそうはしませんでした。レイトン先生、どうなさいました？これは、なるほど、そういうことか。え、まさかルークの居場所が分かったんですか？ええ、大体のところは。さすが先生。私が散々探してもこの部屋からは居場所への手がかりは見つからなかったのに。ルークは危険な謎の解明に足を踏み入れた。君に多くを語らなかったのも君を巻き込まないためだろう。ルークが？ルークは自分に危険が迫った時、私の力を借りようと考えていた。どういうことですか？この部屋には私を導くための謎が示されている。え？どこにそんなものが？それはこの部屋を観察すれば見えてくるよ。すでに散々調べたつもりですけど、どこかにメッセージが隠されているというんですか？上と下さ。上と下？まずは天井を見てごらん。天井？このひびのつながりがルークの行き先を示している。え、あのひびが？でもこれだけでなぜ行き先が？次に下を見てほしい。下？これは？一見幾何学模様に見える絨毯の四角い柄はこの町の区画を示している。つまりこれは模様にカムフラージュされたこの町の地図だ。そしてルークの机の上の止まった時計が答えを指し示す時間になっているんだ。先生、時間ぴったりですよ。おお、これは。ここは大英博物館。おそらくそこにルークがいる。おい、さっさと先を聞かせろ。シャーロさん。それでその後どうなったの？ルークおじさんとは出会えたの？さて、どうかしらね。ここからが面白くなるところよ。大英博物館館長ザックバーン氏には連絡をしておきました。ありがとう、ローザ。ここにルークが。あなたがレイトン先生ですかな？
お会いできて光栄だ。館長のドナルド・ザック・バーンです。こちらこそ光栄です、ザック・バーン館長。館長室にご案内します。かの有名なレイトン先生がどのようなご用件ですかな。友人のルークの行方が分からなくなりまして、あなたは何か知っているんじゃないかと。ルーク、さあ誰のことです。さすがに来館されたお客全員までは。彼は何か重要な謎を追っていたのですが、ここに来て以降姿を消したようなのです。そう言われましても、知らないものは知らないですな。ザックバーン館長、少しこの部屋を見ても構いませんか。部屋を？ああどうぞ。何かの間違いじゃないですか。探しても何も出てはきませんよ。そういうことか。おや先生、意外と早かったですね。ああ。え、どういうことですか。ルークはもう見つかったんですよ。え、レイトン先生、何をおっしゃっているのです。ザックバーンさん、あなたはルークを知らないと言った。だがあなたはこの部屋にルークを入れている。しかもごく最近に。何？一体何を根拠にそんなことを。ルークはこの部屋に私へのメッセージを残している。誰にも気づかれないようにね。またメッセージ？デタラメを言ってもらっては困る。どこにそんなものが。デタラメを言っているのはあなたの方だ、ザックバーン。あなたはルークの居場所を知っている。ルークはどこにいるんですか。知らん。説明してもらおうじゃないか。なぜ私を疑うのかを。わかりました。ルークはここに私へのメッセージを残していたんです。ん？本棚に。まさか本のラベルを横に読むと文章にとかそういうのですか。いい目の付けどころだね。だがそれだけではメッセージは完成しない。この部屋のどこかに本のラベルの何文字目を読んでいくのかのヒントがある。ってことはどこかに数字の羅列のようなものが。よく見てごらん。不自然なところはないかい。不自然なところ。あ、このシャンデリア。当たりだ。シャンデリアに下がったクリスタルの数は普通は全て同じ数だろう。しかしこの部屋のものはクリスタルの数がまちまちだ。一番太いろうそくからの数を本棚の本のラベルの文字と照らし合わせてみると、ルークはここに。なんだと。では案内してもらいましょうか、ルークの居場所に。仕方がない。お前たちはここから外へは出られんぞ。あらあら、全員捕らえろ。終わりだ、観念しな。ここから逃げるんだ。はい。危ない。さすがにここで銃は使えないようだね。いたぞ。待ち。お前を倒す。うまくいくかな。さあ先へ行こう。そこまでだ。観念するんだ、ザックバーン。さあルークはどこにいる。分かった、言うよ。ここだ。ここにルークが。ルーク、心配ないさ。ルークはきっと大丈夫だよ。それと付き添いはここまででいい、ドン・ポール。な、何？気づいていたのか。は、そんな陳腐な変装を見破れないとでも思ったかい。いまいましいレイトンめ。もう爪の甘さも相変わらずだな、ドン・ポール。
さらに君が部屋に隠していたレリックストーンもいただいてある。なんと、どこまでもわしをコケにしよって。このままわしが引き下がると思うか。まもなくここにチェルミー警視が率いるスコットランドヤードの刑事たちがなだれ込んでくる。いい、ここにある裏口の鍵が欲しければおとなしく立ち去るんだな。いい、へえ、今日のところは引き下がってやろう。覚えていろよ、レイトン。さあ、ルークを助けよう。はい。いくら謎解きのためとはいえ、女性を悲しませることをしてはいけないよ。英国紳士としてはね、ルーク。レイトン先生。レイク、よかった。メアリナ、心配かけてすまない。お久しぶりです、レイトン先生。ルーク、まさか君が秘宝レリクスの謎解きを再開していたとは。ギリギリまで先生を巻き込みたくなくて。ルーク、私はレリクスの謎をこの手で解き明かしたいんだ。分かっているだろう。はい、先生の思いは分かっていたんですが、すいません。僕らにとってレリクスの謎は決して避けられない謎ですからね。ちょっと待って、ルーク、そのレリクスとかレリックストーンとかって何なの？私にもちゃんと話してよ。ルーク、もういいんじゃないか、全てを話しても。そうですね、ちゃんと話すよ、メアリナ。うん。レリックストーンは古代の秘宝につながる謎を秘めた石として、一部の考古学者の間では伝説として語られている石なんだ。しかし同時に呪われた石として、関わった者に不幸をもたらすとも言われている。だから僕はこの謎を君から遠ざけようと思ったんだ。そうだったの。でもそれってそんなに怖いものなの？レリックストーンは120年ほど前発掘された未知の金属物質でできていて、科学者たちによって分析されたが、その成分を解明することはできなかった。しかしある時、その石に奇妙な変化が起こった。コンパスのようにある方角に向かって光を放ち始めたんだ。光を頼りに辿っていくと次の石が発見され、その石はまた次の石を指し示した。それが延々と繰り返されていった。これがレリックストーンの謎なんだ。石は今も次の石を指し示し続けている。そしていつしかレリックストーンは古代の大秘宝レリクスにつながっているという伝説が生まれたんだ。レリックストーンは終端の見えない永遠の謎と言われている。なぜそんな禁断の謎に挑戦したの？それはカトリーのためさ。え？カトリーさんってレイトン先生の娘さんでしたよね。ああ、この謎はカトリーに深く関わっている。私たちはカトリーのためにもこの謎を解き明かさねばならない。先生。でもそれは二人を引き離してしまうことにもなりかねない。僕は先生とカトリーが今のままでもいいんじゃないかって気持ちもあって、先生に伝えずに調査をしてきたんです。分かっている。だが私はカトリーを思うからこそ、この手でレリクスの謎を解きたいんだ。勝手なことをしてすいませんでした。いいんだ。だけどルーク、この謎の解明には君にも協力してほしい。本当ですか？ああ。では石が放つ光の先をたどりますか。ルーク、私は思うのだが、もしレリックストーンの光が次の石の位置を示しているのではないとしたら。どういうことですか？永遠に続く仕掛けなど存在しない。考えられるのはループだ。ループ？そうか、石が指し示す先は最後には最初の石に戻っている。そうだ、光を失った石は価値のないただの石ころ同然の扱いを受ける。最後の石が最初の石を指し示したとしても、それに気づく者はいないだろう。石の光は無限に回り続けていたんだ。こんな簡単なことに気づけなかったなんて。だから何十年もの間その謎は解けなかったわけだね。だったら石は何を言いたいのでしょうか？石の指し示す光をたどって全ての石を集めてみよう。わかりました。こうしてレイトン先生とルークはかつて見たこともないような大秘宝レリクスを探す冒険へと踏み出したの。
で、その後どうなったの？ここからがすごいんだけど、聞いてくれるかい？大変、シチューを火にかけっぱなしだったわ。急いで戻らなきゃ。カトリー、この続きはまた今度ね。そんな、完全に今いいところだろ。行っちゃった。なんだよ、まったく。なんでシャーロさんが怒ってるんですか？パパが追っていたのは史上最大の謎、大秘宝レリクスだった。すごいことになりましたね。レイトン教授はその謎がカトリーに関係していると言っていた。どういうことなんだ？さあ、わからない。でも11年前、パパはいなくなる前に私に手紙を残した。君が大人になった時、もし君の前に私がいなかったら、この手紙を開けなさい。謎、君は私の子ではない。だとすると、君は一体誰なのでしょう？ショックだった。私はパパの娘ではなかったんだって思ったから。だけどこれによって、私は史上最大の謎、レリクスへと導かれることになったの。カミラさん、大丈夫ですか？しっかりしてください。皆さん、救命艇の準備ができました。慌てず移動してください。落ち着いて順番にお願いします。慌てないで。船員さん、お願いします。協力してください。生まれそうなんです。そんな、カミラさん、こんな時になんてことなの。あなたも、もう行って。諦めちゃダメだ、しっかり。ごめんね、こんなことになって。せっかく生まれてくるはずだったのに。頑張って、いろいろ使えるものがありました。ルーク、あなたなぜここに？しっかりして、僕がついてます。ありがとう、ルーク。元気な赤ちゃんですよ。やりましたね、カミラさん。ありがとう、ルーク。いいんですよ。でもちゃんと生まれてくれてよかったです。そうね。私の赤ちゃん。もう時間がない、急ぎましょう。さっき救命艇を一つ探しておきました。3人乗りですが、なんとか使えます。今ならまだ間に合う。ルーク、あなたは本当に勇気がある子なのね。カミラさん、大丈夫？ごめんなさい、私は無理みたい。諦めちゃダメだ。どうかその子を連れて行ってやって。ダメだ、僕は何があってもあなたを連れて行く。この体じゃ救命艇のところまで歩けそうにない。あなたとこの子だけでも生き延びてほしいの。そんな、僕はどうすれば。ルーク、私の最後のお願いを聞いて。お願い？この子の父親はロンドンの考古学者、カイル・エイザーン。彼を探してほしい。カイル・エイザーン、わかった、きっと探し出すよ。カイルさんは今どこに？失踪したわ。彼はレリクスの謎に近づきすぎた。レリクスの謎？説明している時間はない。エルシャール・レイトンのもとへ、この子を。カミラさんはレイトン先生を知ってるの？レリクスの謎を解明できる者がいるとすれば、それはレイトン先生しかいない。お願い、ルーク。わかったよ、この子を必ずレイトン先生のもとに連れて行く。ありがとう、ルーク。
ラさん、カミラさん。君のお母さんを助けられなかった。親愛なるレイトン先生、僕が出会ったこの謎は僕と先生の運命を大きく変えることになりそうです。あら、かわい子ちゃんね。大体の話は分かったよ、ルーク先生。そもそもそのレリクスって一体何なんですか？秘宝レリクスは考古学者の間でも伝説とされているが、その存在を信じている者は少ない。でも確かにあの人はそう言ったんです。ああ、私もレリクスは実在すると思っているよ。しかしレリクスへの手がかりはほとんどないんだ。しかも私はカミラという女性を知らないし、カイル・エイザーンという考古学者も学会の会員リストでは見つけられなかった。モグリの考古学者でしょうか。どうだろうね。もう少し調べてみる必要がありそうだ。はい、こんなことに巻き込んですいません。いや、君のせいじゃないさ。この子のためにも各方面にあたってレリクスの調査に乗り出そう。助かります、レイトン先生。それよりもルーク、君はアメリカの留学先に戻らないといけないんじゃないのかい？はい、でもその子が。ルーク、あなたはまだ勉強中の身。この子は私とレイトン先生に任せていきなさい。でもルーク、心配するな。この子は私が責任を持って面倒を見るよ。父親の行方が分かるまでは私の子ということにしておこう。先生の子供ですか？なんだいルーク、その似合わないって意味の笑いは。いえ、そんなことは。いつまでも赤ん坊と言っていてもしょうがない。名前を決めてあげないとね。レイトン先生はその子にカトリー・エイルという名前をつけて可愛がった。その後カトリーの本当の父親を探すため、先生はレリクスの情報を集めていたのだけど、結局決定的なものは見つからなかった。そして数年が過ぎ、先生はカトリーを身寄りのない子のままにしておくことはできなくて、自分の養子にしたんだよ。それから先生はカトリーを本当の娘として可愛がり、あっという間に10年が過ぎた。カトリーの帽子だ。あ、パパとお揃い。それが私の過去。カトリー、ショックかい？ううん、予想はしていたから。あら、そうなのかい？そのカミラという女がカトリーの母親ってわけか。それにしてもレイトン教授がカトリーの本当の父親じゃないとはな。シャーロさん。カトリー、いいかい？先生にとってあなたは。わかってるわ、おばあさま。私にとってパパはパパ、何も変わらないよ。カトリー。それでその後どうなったの？前に話した通り、レイトン先生は妻の前から消えたルークを探し出し合流した。その後先生はルークと共に見事に6つのレリックストーンを見つけ出し、レリックスの謎へと一歩近づいたんだ。そしていよいよ2人が壮大な謎解きの旅へと出発する日がやってきたの。パパ、パパたちはどこへ行くの？カトリー、これから大事なお仕事なんだ。しばらく留守にするけど、ローザがいるから大丈夫だろ？わかった。心配ないさ、カトリー。パパにはこのルークおじちゃんがついているからね。たくさんお土産を持って帰るから、待ってね。本当？じゃあ、行ってくるよ。レイトン先生、
今さらあの子の父親を探してどうなるんですか。あの子にとって本当の父親を知ることは幸せなことなのですか。先生はカトリを愛していないんですか。愛しているよ。だからこそ私は解き明かしたいんだ。あの子のために史上最大の謎レリクスを。ここがレングーラの町。活気があっていい町ですね。ああ、このホテルにカイル・エイザーンが泊まっていたことを確認しています。何か彼の手がかりが見つかればいいですが。ルーク、まだ気づいてなかったのかい。あ、何がですか。考古学者カイル・エイザーンは存在しない。え、でも長期滞在者として宿帳に名前があると確認が取れています。宿帳にあったのはイニシャルだ。K ・エイザーンというね。まさか。そう、 K はカイルではなく神だな。レリクスの謎を追っていたのは考古学者カミラ・エイザーン、彼女だったんだよ。彼女はレリックストーンを取り戻すためにロンドンに戻ろうとしていた。その船の中で不運にもカトリーを産むことになってしまったんだ。じゃあカトリーの本当の父親は。もうこの世にはいないのかもしれない。彼女はレイトン先生ならレリクスの謎を解き明かせると考えた。だからカトリーの父親の行方を追わせるという形でレリクスに導いた。おそらくね。レリックストーンは全部で6つだった。6つを集めた時その光は回り始めた。最初はただ回るだけで一体何のためにこれがあるのかわからなかった。だがこの石を別のある法則で並べることによってヒントが出てくることに気づいたんだ。ヒント。6つの石の大きさはそれぞれ違っていた。実はその差には意味があった。地球の大陸の面積比と同じだったんだ。この石を世界地図の大陸の位置に対応した場所に置いてみると、これは場所を示しているのか。そうだ、この石は6つである場所を指し示すための地図になっていたんだ。おお、ルーク、大丈夫か。先生、すいません。なかなか手強い地形だね。もう少しだ、ルーク。はい。これがレスタギアナ洞窟。大きいですね。先生、カミラさんの宿帳の記録では一定期間宿泊し数日空けてまた戻るという行動を繰り返していました。それは何を意味しているのでしょう。謎が解ける時間を待っていたのかもしれないね。時間？見えてきた。ここは空洞内の湖。どうやらこれがカミラがホテルとここを行ったり来たりした理由のようだね。どういうことですか。この湖はおそらく海とつながっていて潮の満ち引きが関係し隠し通路への扉はある月の数日だけ現れる。カミラはその答えにたどり着いた。だからホテルで水位が下がるのを待ったってことなんですね。ああ、私たちも一旦ホテルに戻ろう。カトリーはどうしてるかな。ちゃんとローザの言うことを聞いていればいいんだが。先生、僕思うんですけど、この謎を解くことはカトリーのためになるんでしょうか。カトリーには全てを知ってほしいんだ。先生の言いたいことはわかります。でもカトリーは本当の父親を探してやることがあの子のためですか。世の中には解けない方がいい謎だってあるんじゃないでしょうか。ルーク、私はカトリーから真実を遠ざけるわけにはいかない。私はカトリーと本当の親子になるためにこの謎を解明したいんだ。本当の親子になるためですか。もしカトリーの両親がこの世にいないのだとすれば、私はすぐにでも父親になるだろう。しかしカトリーの出生にはまだ多くの謎が残されている。私はそれを解明しあの子に伝えたい。その上で
私はカトリーの父親になりたいんだ。先生、親愛なるローザ、僕とレイトン先生の謎解きの旅はいよいよ大詰めだ。それを前にして先生の本当の気持ちが分かった。先生は全ての謎を解いた上でカトリーと親子として向き合おうとしていたんだ。実に先生らしい考え方だ。僕は必ずレリクスの謎を解明して先生をカトリーの本当の父親にしてみせるよ。これは、先生、あれを見てください。ああ、あの扉から先に進めそうだ。降りてみよう。狭いですね。あ、なかなか答えるね。何ですかこの壁は。これはレリクスの門だ。門、うん、これが史上最大の謎、レリクスの入り口だよ。でもこれをどうやって登るんでしょう。それが謎ってわけだ。上の方に穴のようなものが見える。あそこにたどり着くことが答えということかな。ホテルの宿泊記録から見て、カミラはここで詰まったと考えられる。謎で詰まっている時に子供が生まれそうになり、ロンドンに戻ろうとしたんでしょうか。出産ならレングーラの町でもできるはずだ。なぜ身ごもった体で船にまで乗り、ロンドンに戻る必要があったのか。それはおそらくこの壁の解放に気づいたのさ。それを手に入れるためにロンドンに戻ろうとしたんだ。登れない壁の解放、それは一体。この壁は登る必要はないのかもしれないね。え、どういうことですか。歩くのさ。歩く？どうやって壁を歩くんですか。君も気づいたかい。おそらくこの穴にレリックストーンをはめることによって何か仕掛けが発動するはずだ。だとするとカミラさんはこの仕掛けを見落とした。いや、6つのレリックストーンはこの洞窟を特定した段階で売り飛ばしたのではないかな。レリックスの調査費用はかなりの負担だったはずだ。じゃあレリックストーンを買い戻すためにカミラさんはこの街を離れたというわけですか。そういうことだ。じゃあ先生、はめますよ。ああ、これで最後だ。これは、先生、これが、ああ、これが秘宝レリクスへの道だ。この先に進めばいよいよレリクスの謎が解明されるんですね。それはわからないが、一歩前進することは間違いないね。秘宝レリクス、僕たちの手で解明してみせましょう。ああ、ここで引くわけにはいかない。英国紳士としてはね。カトリー、私が知っているのはここまでだよ。何？いいところなのにここで終わりですか。ここまでがルークからの最後の手紙の内容だよ。ローザおばあさま、話してくれてありがとう。カトリー、本当の家族のことショックだったと思うけど大丈夫かい。どんなことを聞かされてもパパはやっぱり私のパパ、それに変わりはないよ。そうだね。でもパパがいなくなった理由、なんかパパらしい。ええ、先生は命を懸けてあなたと本当の親子になろうとした。ここからはカトリー、あなた自身がどうするか決めるんだ。うん、分かってる。私が20歳になった時、パパから預かっていた手紙を開けた。おそらくパパはこの手紙が開けられる前に謎を解き明かし、私と本当の親子になろうとした。でもパパは戻らず手紙は開けられた。残念だよ。私とパパはもうとっくに本当の親子だったのに。カトリー。でもパパは
一つだけ間違った推理をしたと思う。え？カミラ・エイザーンは売ってしまった石を探すためにロンドンに戻ろうとしたのではないと思うの。どういうことだい？おそらくレリックストーンには7つ目がある。カミラさんは7つ目がなければ謎を最後まで解けないことに気づいた。だからその石を手に入れるためにロンドンに戻ろうとしたのではないかしら。どうして7つ目の石があると言えるんですか？もし6つの石を売り飛ばすとするならばロンドンで売るはずがない。え、なぜです？ロンドンでは高額な宝石の売買を行うには宝石商による認定証が必要となるの。でもその認定証を取るためには最低6ヶ月の時間がかかる。彼女にそんな暇はなかった。なるほど、それが7つ目のレリックストーンを示す根拠というわけですね。どうぞおばあ様、パパのメッセージは自分が戻らなかった時私に自分自身で事実を探し出せと言っている。カトリー、私行くわ。私は目の前に現れた謎を解いてみせる。史上最大の謎レリクス、望むところよ。私はエルシャール・レイトンの娘、カトリー・エール・レイトンなんだから。これが秘宝レリクスへの道だ。この先に進めばいよいよレリクスの謎が解明されるんですね。ああ。これはかなり高いですね。ああ、あまり下を見ない方が良さそうだね。この扉の向こうにいよいよレリクスが。ああ、おそらくね。さてルーク、どうやら謎解きの必要がありそうだよ。そのようですね。ここは僕に任せてもらえますか？ほう、では頼んだよルーク。はい。扉のサークルに書かれているのは鳥、ひな鳥、卵。親鳥から卵が生まれ、卵はひな鳥になる。これは命の連鎖を意味している。つまりこれはこの石の台座を左回りに回せということ。ほう。そして左側の扉に書かれているのはベンガル、ミゼット、チモシー。つまりこれは動物の食物連鎖を意味している。よってこの台座は右回り。さて問題は何回回せばいいかですが、ここで注目するのは扉の左右の柱の文様。右には割れた卵の文様7つ、左には動物の頭蓋骨8つ。これはそれぞれ命の連鎖ダイヤルと食物連鎖ダイヤルの回転数を示しています。私も手伝おう。謎を解くのに着ていく服なんて何でもいいだろう。レリクスの秘宝を守る悪の貴公子がイケメンでないと誰が言えるの？どういう局面においても英国淑女としてのたしなみは必要ですからね。悪の貴公子？勝手に設定作るな。早く行かないといけないのに。どこに行くんだ？ブリティッシュ図書館です。岩肌の変色、不自然にくり抜かれた空洞。ここには確かに秘宝レリクスが存在していた。しかし、すでに何者かによって運び出されたようだね。レリクスの謎は誰かにもう解かれてしまっていた。ここから何かが運び出されたのは100年ほど前と推測できる。ならカミラさんにもそれは分かったはず。なぜカミラさんは僕と先生にレリクスの調査を頼んだのでしょうか？レリクスは宝というよりも私たちの想像もつかないようなとんでもないものなのかもしれない。だからカミラは私たちにその解明を託した。確かにこの壁の変色も異様です。一体レリクスとは何なのでしょう？ルーク、一旦ここを出よう。
あの空洞の状況からレリクスは相当に巨大なものと考えられる。謎なのはそれだけ大きなものを誰がどうやって運び出したかということだね。誰にも見つからないように運び出せるものでしょうか。やり方によっては可能かもしれないね。お待たせしました。ありがとう。どうぞごゆっくり。レリクスの隠し場所はおそらくサウサンプトン近郊だろう。え、どうしてわかるんですか？ルーク、君はなぜサウサンプトン行きに乗っていたんだい？ブリティッシュサーカス団の興行をやっていて、ロンドンに戻るついでに見てみようと思ったんです。サウサンプトンは田舎ですが、広い港なので大きな荷も運び入れることが可能で。待てよ、レリクスはサウサンプトンから。ああ、カミラがその船に乗っていた理由も説明がつく。それよりルーク、気づいてます。何者でしょうか？ルーク、店を静かに出るんだ。ここで騒ぎを起こしたくない。はい。ルーク、私が合図をしたら走るんだ。わかりました。ルーク、ルーク、はい。おい、アルバム下がれ。あいつらはレリクスを狙う何かの組織でしょうか？ルーク、この先の調査はかなり危険なものとなりそうだ。ここからはローザへの手紙も控えておいた方がいいだろう。そのようですね。これからどうしますか？やはりサウサンプトンですか？ああ、ただその前に確かめたいことがあるんだ。確かめたいこと？すごい、こんなに本がたくさん。なるほどなるほど。カトリーさん、なんだ、何か分かったのか？ええ、それでは説明しましょう。長い時を経てもなお語り継がれる伝説の秘宝にまつわるひそやかな物語を。静かにしろよ。私はカミラさんの行動から7つ目のレリックストーンがあると推理した。だけどもう一つの可能性があったことを見落としていた。それは？もしレリクスの謎がすでに解かれていたとしたら、おそらくカミナさんがレリクスの在りかにたどり着いた時、それはもう持ち去られた後だった。だから彼女はそれを取り返そうと追った。でも船は沈没。彼女はルークおじさんとパパにレリクスの追跡を託した。そこで問題なのは、誰がいつレリクスを見つけたのか。誰だ、いつだ。そんなことわかるんですか？これを見て。それはロンドンで行われる公式オークションは200年前からその全売買記録が保管されているの。そんなものまで図書館に？ブリティッシュ図書館の館長が公式オークションを主催するのが伝統なのよ。これによると、レリックストーンがオークションに出されるタイミングは完全に不定期。長い時は2年以上出回らなかった時もある。本当だ。だけどある時を境に定期的にオークションに出るようになったの。え、確かに110年ほど前から定期的に出品されていますね。つまりそれが何だ？あ、まさか。ええ、レリクスが発見されたのは110年前ということなのでしょう。そしてレリクスを手に入れた誰かは発見の事実を隠したかった。
だから適度にレリックストーンをオークション市場に出してカムフラージュしていた。そんなことまでしてなぜ発見したことを隠したかったんでしょう。確かに俺なら真っ先に自慢するがな。いや、ルーク。レイトン先生、早かったですね。ああ、ルーク、約束は守ってくれたかい？ええ、メアリナはもちろん、誰にも会っていません。この調査が済むまでは、私たちが誰かに接触すれば、そのものに危険が及ぶ。分かっています。それにしても、なぜロンドンタイムズに？ここに大きな手がかりが眠っているからさ。エリクスを手に入れたのは誰なのか。あれだけ大きなものを運び出すのは相当な資金が必要。かなりの資産家だと考えられる。さらにあの謎を解明できるのはただものではない。お金を出したものと謎を解いたものが別々のものという可能性もあるんじゃないかな。確かに。レリクスの謎を解いた可能性が高い人物は見当がついている。え、誰なんですか？アルデバランさ。アルデバラン、ルーファス・アルデバラン。100年ほど前に多くの難事件を解決し、謎解きの権威として名を馳せた人物だ。ああ、思い出しました。伝説と謳われた天才探偵アルデバランですね。レリクスの謎を解いたのがアルデバランだとすると、彼の行動を追えばレリクスの発見者にたどり着ける。その通り。ロンドンタイムズは当時、神出鬼没の英雄アルデバランの正体を追っていた。はじめまして、レイトン先生。編集長のノセル・ビンソンです。さあ見てください、これがアルデバランの活躍の記録です。こんなに？なんて言ったって私アルデバランのファンなんです。資料は片っ端から集めましたよ。はい、前に編集長のコラムを大変興味深く読ませていただきました。では拝見させていただきます。ちょっと待った。読むだけなんてつまらないと思いませんか？どういうことですか？私に語らせてはいただけませんか？全てを見通す男、天才アルデバランの伝説を。これは毒を盛られたのか？どうやら毒殺のようですね。ミレーヌ、ミレーヌ、誰がこんなことを。デレンダー伯爵、目の前で奥様を殺されるとは何という悲劇的な状況でしょう。私がこの事件即座に解決してご覧に入れましょう。何？いや、それは失礼。なるほど、今夫人の唇にあった毒を特定しました。何だと？夫人はある毒によって殺された。全員そこを動くな！警部、夫人は亡くなられています。殺人があったと通報を受けて来てみたが、死んだのは夫人か？夫人はこの中の誰かに毒を盛られて殺害された。このパーティーに参加した誰かが隙を見て夫人の料理に毒を入れたのだ。やはり殺人か？待て、ならばなぜ君は平気なのだ？毒など入っておらず、突然の心臓発作ということもあり得るぞ。警部、調べましたが夫人の口に毒の痕跡はありませんとのことだが。いいえ、毒は確実にありました。私はこの口でその毒を確認したのですか？デタラメを言うな！毒など入っていない！ほう、なぜそう言い切れるのです？それは今回使われた毒の味は甘く儚いものだった。長く放置すれば夫人の口の中に溶けて検出は不可能になる。だから私はすぐに確認させていただいた。夫人を殺した毒の味を。だったらお前もあの世行きじゃないか。その毒は私には効果を発揮しない。どういうことだ？つまりその毒は夫人にのみ効力を発揮する特別な毒だったのだ。どういうことか説明しろ。でははっきりさせましょう。
毒によって夫人を殺した犯人はデレンダー伯爵、あなただ。毒の痕跡などないと警察が証明したではないか。夫人を殺した毒は通常は毒とは呼ばれないもの。それはピーナッツバターだ。あなたは夫人が極度のピーナッツアレルギーだと知っていて料理に混入させた。ピーナッツバターで人が殺せぬものか。世界ではピーナッツアレルギーの者が誤ってピーナッツバターを食べて死んだという例が数多く報告されている。それを毒物として使用する者がいてもおかしくないだろう。証拠はあるのか。君がシェフだね。はい。シェフ、君は夫人がピーナッツアレルギーだということを知っていて料理には使わないように注意していた。そうだね。はい。マイク。ノアだ。この匂いだ、わかるな。なんとここにピーナッツバターの粉末が。なぜ夫人が口にすると危ないピーナッツバターがテーブルの上にあるのだろうか。調べよ。あ、伯爵、あなたに提案がある。1万ポンドでこの事態を逆転してご覧に入れるがどうするかね。なんだと。その代わり1万ポンドは側近でいただく。これなら文句はなかろう。いいだろう。おっと、私としたことがとんだ見落としを。夫人を殺害できる可能性がある人物はもう一人いる。 なんだと。夫人がピーナッツアレルギーであることを知っているかつ料理にそれを混入させることができた人物、それはこの屋敷のシェフ、カールナッツさん、君だ。私は知らん。私がなぜそんなことをせねばならんのだ。君は相当お金に困っていた。調理材料費をごまかして私腹を肥やしたばかりか、夫人の宝石箱から宝石を盗んでいた。それが夫人に見つかってしまったのだ。だから君は夫人を殺害したのだ。違う、やっていない。この明細表が動かぬ証拠。100人のパーティーで120人分の食材が発注されている。それは奥様が料理が足りなくてはお客様に申し訳ないから余分に用意しておくようにと。おう、ならばこれは何かな。それはミレーヌの。なぜ夫人のネックレスが君のエプロンに入っているのか。そんなものは知らない。問答無用。捕らえろ。さあ行くぞ。おい、トマスクしろ。俺は何も知らない。これはデレンダー伯爵の死後明らかになったアルデバランの逸話です。この一件以来、アルデバランとデレンダー伯爵は深いつながりを持つようになったのです。レイトン先生。ああ、これではっきりしたようだね。今デレンダー伯爵のご家族は。いますよ。教えていただけますか。素敵なところですね。ひいおじい様のこだわりですわ。それでひいおじい様のどのようなことを知りたいんですか。はい、デレンダー伯爵はなぜクランスコール寺院を建てられたのですか。ひいおじい様は重い病気で余命宣告をされていたようです。余命宣告。この絵が。ひいおじい様です。亡くなる直前に描かせたもののようですね。自分の死期を知っていたのでしょう。伯爵は死を前にして神への信仰に目覚め寺院を建てる気になったのでしょうか。デレンダー伯爵は伝説のアルデバランと仲が良かったと聞いていますが。ひいおじい様が雇っていた探偵だと聞いています。そういえば。どうしました。最近使用人たちの間でアルデバランの亡霊を見たという話があるんです。亡霊。彼そっくりの人影がこの屋敷の中に現れるというんです。アルデバランの亡霊。おそらく伯爵はアルデバランと協力しレリクスの謎を解いた。そして
レリクスをどこかに隠した。その後に何かがあって二人は消えた。私は全ての鍵がクランスコール寺院にあると推測する。行ってみましょう先生。サウサンプトンにあるクランスコール寺院に。ディーン、なんで俺らはサウサンプトンに向かっているんだ。ちょっとややこしくなってきてな。シャーロさん、今まで何を聞いてたんですか。いいわ、じゃあここまでの展開を整理してみましょう。ブリティッシュ図書館で調べたレリックストーンのオークションの売買記録から、私は110年ほど前にすでにレリックスは発見されたと推測した。問題は発見したのは誰なのか。レリックストーンの買取手として一番多く名前を記されていたのがドレイク・デレンダー伯爵。おそらく彼こそレリックスを発見した張本人。じゃあ早速会いにと言いたいところだが、さすがに100年以上も前だ。もう死んでるよな。ひ孫の夫人が住んでいるという屋敷を訪ねたけど門前払いで、手がかりは途絶えた。まだよ。彼は111年前サウサンプトンにあるクランスコール寺院を大改築した。その理由は不明。おそらくそこにレリクスにつながる何かがある。だから今僕らはサウサンプトンに向かっているわけですね。そうよ。気持ちいい。サウサンプトンっていいところですね。田舎だな。11年前パパはここにやってきた。もうすぐたどり着けるパパのところへ。おばあちゃん、帽子忘れてますよ。もういない。どうされました。おばあちゃんがこの白い帽子を船の中に忘れちゃったみたいで、追いかけたんですけど見失っちゃいました。でもこの帽子どう見ても男物ですよね。なぜそのおばあちゃんが忘れたと。この帽子が置かれていたキャビンのお客はあのおばあちゃんだけだったんです。旦那さんのものか何かだと。その帽子ちょっと見せてもらえますか。はい。これは、よければこの帽子私が警察署に届けましょうか。いいんですか。いいですよ、どうせ警察署に行く用事もありますし。そんな用事あったか。あ、代わりに聞きたいんですけど、この港を出入りする船の乗船記録はどこで調べられますか。それならあそこの建物で聞くといいですよ。これ間違いはないんですか。はい。ルークさんは二度この港を訪れていた。一度目はルークおじさんが15歳の頃、船で赤ん坊の私を救出した時。海で救助された後この港に降りたんですね。二度目は11年前、ルークおじさんが25歳の時。その上に書かれているのってもしかして。そう、その時はパパと一緒。思った通り。昔はこの辺は何もなかったんですね。あん？さっきの、こんなところで偶然ですね。白い帽子はちゃんと届けておきましたよ。ありがとうございます。リーナさんはクランスコール寺院って知っていますか。もちろんですよ。クランスコール寺院はこの町のトレードマークみたいなものです。もともとは小さな教会が100年ほど前に改築されて、イングランドでも有数の寺院に数えられるようになったんです。寺院のおかげで町は発展しているんです。そういうことでしたか。すべての謎は解明されました。相変わらず早いな。おい、謎が解けたってことはレイトン教授の行方が分かったってことですか。
そこまではわからないけど、大きなつながりがあると思う。じゃあ全て解けていねえじゃねえか。あ、それもそうね。なんか決まり文句になってて、実にこの一件は伝統的な朝食ポリッチのようにちっぽけで身近にありながら長い歴史の中で大きな存在に膨らんでいった、そんな謎でした。安定のわけのわからなさだな、おい。それでは説明しましょう。この誰もが魅了され追い求めてしまう古代秘宝レリクスをめぐる欲望と裏切りと陰謀の物語を教えてください。秘宝レリクスって一体何なんですか？どんなものかはまだわからない。わかんねえのかよ。おそらくそれはかなり大きなものだったと考えられる。秘宝レリクスはベスタニアナ洞窟から持ち出された。それほどに大きなものをロンドンに持ち込む方法は船による移動が一番効率的だった。ロンドンの港といえばティルベリー港だけど、そこに運び入れてしまうと街中であるため、そこから大きなものをこっそり移動させることは困難。だから伯爵はロンドンの中心から適度に離れたところにあるサウサンプトン港に移動させたのよ。確かにサウサンプトン港の近郊は農場が多く、他の港と比べて道も広いですね。大きなものを運び入れるのにも最適です。それでレリクスはサウサンプトン港からどこへ運ばれたんですか？怪しいのはクランスコール寺院ね。かつて小さな教会だったこの寺院は111年前に大改築され、イングランドでも有数の寺院となった。なぜ小さな教会が寺院になれたのかしら。それってまさか。寺院の改築はレリクスの隠し場所を作るためとも考えられる。レリクスを隠すためにわざわざ大きな寺院を作ったんですか？そう、寺院は神聖な場所。何かを隠したとしてもそうやすやすと誰かに調べられたりすることもない。なるほど。というわけで私たちが向かうべき目的地はクランスコール寺院よ。おお、まだ聞きたいことが満載だが、早速その寺院に行ってみるか。そうですね。そこに行けばパパにつながるヒントがきっと手に入る。ルーク、もし君ならば手に入れた大きな宝を隠すとしてどこにするかい？この近くの主だった場所といえばクランスコール寺院くらいですね。ああ、クランスコール寺院までなら道も広く大型の馬車もある。行ってみよう。のどかな風景ですね。そうかな。え？あれを見てごらん。一体何でしょう？あの大粒には腐食しているようです。あれはまるで何かに汚染されているようだね。汚染？すいません。ん？あの大粒はなんでこんなことに？ああ、この辺で大粒を作るとあんな感じになるんだよ。詳しく聞かせてください。ここがクランスコール寺院。レイトン教授はなぜいなくなってしまったのか。ここに全ての謎があるわけか。カトリーさん、どうかしたのか？11年前パパはここにやってきた。それが今はっきりと分かったわ。え、なんでそんなことが分かるんだ？ルークおじさんがパパにしたように、パパも私にパスワードを残しているわ。マジか。つまり時を超えたレイトン教授からのメッセージというわけですか？すごい。これがクランスコール寺院ですか？ああ。ここに秘宝レリクスの謎が。何をしているんですか先生？メッセージを残すのさ。それはカトリーへ？ああ。ということはこの先には危険があるということですね。ああ、おそらくね。カトリーさん、
どこにレイトン教授のメッセージが残っているというんですか？この庭に敷き詰められた石のタイルよ。え、どこにも文字が浮かび上がっているようには見えませんが。パパが自分が来たことを示すのに文字は必要ない。じゃあ一体何が？カトリーさん、どうしたんだ？二人とも危ないから離れて。え、行くわよ。水が。これでメッセージが浮かび上がるわ。水が流れ出して線が見えてきましたよ。これはパパ。どうなさいました？寺院に何かご用で？かつてレリクスと呼ばれた秘宝のことをご存知ですか？いえ、私はそういった類のことは詳しくなくて。この寺院に運び込まれた可能性が高いんです。私が知る限り、この寺院に何かが運び込まれたのを見たことがありませんな。はい、あなたがこの寺院にやってくるよりずっと過去の出来事ですからね。ここにレリクスが運び込まれたのは100年前。あなた方司祭はレリクスの秘密を代々守り続けてきた。この寺院のどこかに秘宝レリクスが隠されているはず。見せていただけませんか？これ以上とぼけても仕方がないようだ。ここまでだ。エリクスの秘密を知る邪魔者どもよ。やはり私たちを監視し付け狙っていたのはあなたたちのようだね。その通り。ここまで近づいてこなければ見逃してやろうと思ったものを。ルク、ここは戦うしかなさそうだ。はい先生。ルーク、やるね。アメリカで空手を学んだんです。はあ、あれを見ろ。ルーク、メアリア。さあ、どうするかね。ルーク、ここは降参するしかなさそうだ。わかりました、レイトン先生。ルーク、私のことはいいから。そんなわけにはいかないよ、メアリナ。英国紳士としてはね。ルーク、捕まえろ。はこれからお前たちには長い眠りについてもらう。殺すということか？いや、おそらくそういう意味じゃない。君たちが入るための棺桶のスペースが2つ空いていたところだ。やはりそうか。すでに君たち寺院の雇い主デレンダー伯爵は死んでいたんだな。ほう、そこまで知っていたとは。ということはお前は秘宝レリクスが何なのか知っているというのか？大体のところはね。本当ですか、レイトン先生？ああ、秘宝レリクスは決して人間が触れてはいけないものだった。秘宝レリクス、それは何なんですか？決して開けてはならない未来への扉だったんだ。ではお前たちにもその未来への扉に入ってもらおうか。ごきげんよう、司祭様。どうなさいました？寺院に何かご用で？聞きたいことがあります。レリクスという司祭様は朝ごはんにポリッチを食べることはありますか？え？ああ、え？
カトリーさん？なんで今それを聞く？唐突ですね。まあいいでしょう。私は朝は主にパンなどをいただいております。ポリッジはあまり口にしませんね。そうなんですね。この辺りでは材料の大粒麦もふんだんに取れ、牛乳を出してくれる牛さんたちもたくさんいます。この地方でポリッジを朝にいただかないなど、トイレに行って用を足さないのも同じ。なぜ朝にポリッジを食べないのですか？おいおい、それは人の好き好きだろうが。それはたまたまパンが好みでして。本当にそうですか？それはこの地域周辺が汚染されているからではないのですか？この寺院にはかつてレリクスという秘宝が運び込まれました。しかしその秘宝はとんでもないものだった。あなたたちがそれを地下に埋めて隠したため、穀物に異変が起こった。秘宝レリクスは偉大なるパワーを持つ代わりに、周りのものを汚染する特性を持っていたのです。あなたたち寺院の人たちはこの近郊で育った穀物を買い取った上で全部捨てていますね。全てはレリクスの存在を知られたくないため。だからこの地区では毎年食べもしない穀物を植え続けているのです。そんなことが？レリクスはあの洞窟から出すべきではなかった。あんな地形だからこそレリクスから放出される有害な物質を浄化できていたのです。なぜレリクスのことを？111年前この寺院が改築されてから、この周りの地域の穀物は他の地域へ一切出荷されていない。その年から全ての穀物を寺院が買い取ることになっています。つまり111年前にレリクスはここに運び込まれたのです。なぜそこまで？お前は一体何者だ？私はレイトン教授の娘、カトリー・エル・レイトンよ。控えよ。レイトンの娘だと？カトリーさん、それ庭の石板タイル？そう、ここまでの私の謎解きはこの石板に書かれたパパからの情報によるもの。この石板タイルが目に入らぬか！カンニング！正直に言いましょう。ここまでの謎解き、私だけの推理ではなくパパからの情報を加えて行き着いた結論。いわば謎解きのコンビネーションプレイよ。偉そうに言うな。そこまで知られているとは。ならば仕方がない。おとなしく捕まってもらおう。逃げるぞ。カトリーさん、逃げろバカ。何？危なかったわ。案外使える。それ武器だったんですか？ベンガリー先輩が護身用にって改造してくれていたの。こんなところで役に立つとはね。ここまでだ。確かにここまでです。何？全員おとなしくしろ。あ、ブリトニアス刑事。これでいいのか、カトリーエール？いやー、たまたまブリトニアス刑事が飛ばされた場所がここで助かりましたよ。普通の刑事だったら私のお願いを聞いてくれなかったでしょうからね。お前の言う通り、この辺にいる警官をほぼ全員集めたぞ。ありがとうございます。なに、母さんのメッセージを届けてくれたお礼だ。あの帽子はお母さんから息子への贈り物だったんですね。そういうこと。さあブリトニアス刑事、悪を成敗していただけますか？よかろう。くそ。司祭様、きっちり耳を揃えて返してもらいますよ。私のパパレイトン教授とその助手ルーク・トライトンを。よくわかったな。謎は解けるから謎なのです。なんだここは？この先にレリクスが隠されているんでしょうか？ええ、そしてパパが。これは
君になら人類が解かねばならない最後の謎を託せるかもしれない。パパ、これは一体何が？多分長く眠っていたのよ、11年もの間。眠っていただと？レリクスは人を眠らせ時間の旅をさせる装置だった。それって SF 小説とかに出てくるコールドスリープ装置だったってことですか？そうよ、この技術こそが秘宝の正体。有害な物質をこの部屋が発していたのは？おそらくこの部屋が作られている鉱石は特殊な成分によって人の細胞を保護する力を持っている。その代わりに周りの植物を腐らせるという特性があったのよ。でもなぜレイトン教授とルークさんがここに？わからない。それより今は何とかして二人を目覚めさせないと。ほっぺをつねってもダメですよね。ダメに決まってるだろう。このまま動かしてもいいものか。待って、今は触れてはダメ。あなたは？私はメアリナ、ルークの妻よ。ここにあったのね。二人が眠っている場所をずっと探していたの。どういうことですか？私は11年前ここの組織に捕まった。だけど組織の言いなりになるふりをしてレリクスのことを探ってきたの。あなたが司祭たちを捕まえてくれたおかげで自由に行動できるようになった。そうだったんですね。メアリナさん、パパとルークおじさんを助ける方法を知りませんか？組織の中でこのレリクスについての情報を得たわ。この棺からの解凍方法は調べてある。これでいいはずだけど、あとは意識が戻るまで待つしかない。二人は大丈夫なのか？刑事さん、この二人を近くの病院に運んでもらえませんか？わかった。ん？カトリーさん？どうしたんだよ。レリックストーン。やるべきことは全てやった。先生も意識が戻るのを待つしかないと言ってたわ。そうですか。大丈夫よ、カトリ。メアリナさんも心配ですよね、ルークおじさんのこと。ええ、でも私彼よりも11歳も年取っちゃった。目覚めたら私を見てどう思うかしら。きっと喜ぶと思いますよ。え、だってもう一度会えたんですから。11年経っていようと、もう一度会えたんですから。そうね、またルークに会える。メアリナさん、聞きたいことがあります。パパはなぜ眠りにつかねばならなかったんですか？私も全てを知っているわけではないの。でも今知っていることを伝えるわね。はい。レイトン先生やルークが眠らされている理由、それは身代わりよ。身代わり？昔ロンドンの大富豪デレンダー伯爵はレリクスルームを手に入れた。彼はレリクスルームを使って自分と自分の息子を未来に送ろうとしたの。そのためには装置を長い年月維持する管理者が必要だった。それをクランスコール寺院の司祭たちに任せていたのよ。その対価としてデレンダー伯爵は寺院の改築を支援した。その通り。でも11年前、司祭たちは装置の管理ミスからデレンダー伯爵と息子を死なせてしまったの。デレンダーは自分の身を守るために何重もの策を講じていた。彼は司祭たちには自分が入ったコールドスリープの棺を管理させ、その司祭たちをさらに彼の施設組織ウィッチに監視させた。
彼は組織にこう命じていたの。自分がもし死ぬようなことがあれば司祭たちを皆殺しにせよと。だから司祭たちはデレンダー伯爵を生きていると見せかけるためにパパとルークおじさんを身代わりにして組織の目を欺いた。ええ、そもそもなぜデレンダー伯爵はコールドスリープ装置を使おうと思ったのかしら。未来を覗いてみたくなったとか。ついにレイトン教授が見つかりましたね。これでカトリーさんの長きにわたる謎も解けたわけですね。いえ、まだよ。どういうことだ。レリクスルームには3つ目の棺があった。その棺も使われていた形跡があったの。ということは、パパとルークおじさんの他に時間の旅をしてきた者がもう一人いる。その人物は私たちが来る前に復活した。どうやって、そしてどこに消えたのか、謎はまだまだ残っている。これを見て。あ、これはレリックストーンですか。似ているけど人工的に作られたものよ。何？これは3つ目の棺にいた人物が私たちに出した挑戦状よ。一体誰なんですか。パパ、私行くね。予想はついてるわ。ロンドンに戻るわよ。私の予想では世紀の天才と言われたアルデバラン。アルデバランが。当時デレンダー伯爵はアルデバランを雇っていた。そう考えるのが一番自然だわ。アルデバランはつかみどころのない狂気じみたところがあったと聞きましたが、そんな人を。ええ、このクリスタルにどんな秘密があるのかまだわからないけど、アルデバランのかつて住んでいたという屋敷に行ってみるしかない。それでロンドンに戻ってきたわけですね。アルデバランってどんな人だったんですかね。謎を解くことを仕事として引き受けていたらしいわ。ということは100年前にもパパみたいな人がいたのね。そんなにすごい人なんですね。確かに屋敷の場所も簡単に調べがつくとは。当時でもかなりの有名人だったわけだな。ここがアルデバランの屋敷。相当変わった屋敷ですね。どうやらアルデバランは天文学者だったようね。確かに大きな望遠鏡、星座の図面などそれっぽいものがありますね。それもただの天文学者ではなかった。この状況から推測すると相当なリッチマン。そりゃ誰だってわかるだろう。すごい数のトロフィー。天文学会の賞を総なめにしている感じですけど、名前がフィリップ・ライズリッツってなってますね。つまりアルデバランは偽名だったというわけね。なるほど。天文学者でありながら彼は天才と呼ばれるほどの推理力の持ち主だった。高額の報酬を要求する謎の探偵。アルデバラン、実に謎の多い人物ですね。彼はなぜこのクリスタルを残したのかしら。自分の行方を追ってほしいと言わんばかりに。一体どんな仕掛けがあるのでしょうか。きっとこれが彼の秘密を解き明かすキーになっているはず。カトリー、私の考えを聞いてくれるかい。大きくなったな、カトリー。私のことわかるの。当然だよ。体は大きくなっていても自分の娘のことがわからない親はいない。おかえりなさいパパ。カトリー、話そうと思っていたことがいっぱいあるの。パパがいなくなった後はローザおばあ様が励ましてくれたし、引っ越しもしたの。パパと暮らしたお屋敷で暮らすのは辛かったから。でもそのおかげで新しい友達もできて、寂しいこともいっぱいあったけど嬉しいこともいっぱいあったよ。カトリー、慌てることはないさ。カトリー、これから時間はたっぷりある。毎日君の話を聞くよ。
長い間一緒にいてやれなくて。パパ、やっと会えた。会いたかった。私もだ、カトリン。会いたかった。どんな過去があろうと、私のパパはパパだけだよ。ああ、もちろんだカトリン。これからはずっと君と一緒にいる。約束するよ。本当に？ああ、嘘はつかない。英国紳士としてはね。パパ。11年ぶりの再会ですからね。カトリーさん、嬉しそうですね。あれ、なんで機嫌が悪いんですか？まさかシャーロさん、娘を取られた気分なんかになってないですよね。なわけあるか。しかし、あの二人が本当の親子じゃないなんてな。ああ、あの二人は本当の親子以上に信頼し合っているんだ。まさかあんた、俺の言葉が。君の話していることはわかるよ。マジか。カトリーさんから聞いたことがあります。ルークさんはどんな動物の言葉もわかるんですよね。そいつはすげえな。君の言葉が聞こえるのは僕だけじゃないみたいだね。うん、それが目下最大の謎だ。あ、そうだルークさん、メアリナさんには会えたんですか？ああ、会えたよメアリナ。久しぶり。久しぶり。私の方が年上になっちゃったね。君を巻き込んですまない。それに長く留守にして心配をかけた。いいの。あなたは一人の女性よりも大きな謎を追いかける人だってことは分かっているから。メアリナ、意外と厳しいな。本当のことでしょ？それは。いいの。私はそんなルークを好きになったんだから。メアリナ。そうだったんですね。相変わらずメアリナには頭が上がらないよ。さあ、先に進もう。全ての謎の解明だ。100年ほど前のもので、建物や設備は古いが、ここには当時の最新の天文学技術が揃っている。アルデバランは光学の推理量を要求し謎を解いていたという。それは全て天文学の研究に使われていたということだろうね。それだけ真剣に天文学に取り組んでいたアルデバランが、なぜコールドスリープに入ったのかしら。天文学以上にレリクスに興味を持ったということかな。この部屋は何か腑に落ちない。アルデバランはわざとこの部屋を誰かに見せたがっているように見える。自分の素性を誰かに伝えたいということでしょうか。そうなのかもしれないね。ひとまず状況を整理してみよう。秘宝レリクスは数万年前に古代人が残したレガシーだった。しかし秘宝レリクスの謎は100年前の天才アルデバランによってすでに解き明かされていた。それを依頼したのはドレイク・デレンダー伯爵。彼は大金をつぎ込んででも古代秘宝の謎を解くことにこだわった。その理由はレリクスの秘宝の言い伝えを信じていたから。言い伝え？タイムマシンさ。実際にはその正体は冷凍睡眠装置。人の体を冷凍し寿命よりもずっと先の未来に送る。考えようによってはタイムマシンとも言えるからね。でもなぜデレンダー伯爵はそこまでレリクスを欲しがったの？実はデレンダーは不治の病に侵されていたんだ。だからこそレリクスルームを使い、医療技術の発達する未来に自らの命をつなごうとしたんだよ。未来なら不治の病も治療法が見つけ出されているかもしれないからね。なるほど。彼は自分と自分の息子であり主治医であるディランをレリクスルームで眠りにつかせようとしたんだ。だけどここで問題が一つあったんだ。え、どんな問題ですか？レリクスルームにはタイマー機能がなかったってことさ。つまり目覚めるべき時が来たとしても、誰かが棺を開けなければ目覚めることはできない。目覚めるには時が満ちたことを知らせる番人が必要だった。そこでデレンダーはクランスコール寺院の司祭たちに自分が眠るレリクスルームを代々守るよう指示した。
その対価としてデレンダーは寺院に建物自体を大改築できる莫大なお金を提供したんだ。寺院はレリクスルームの隠し場所としても最適だったからね。そしてデレンダーは全ての準備を整え、レリクスルームで長い眠りについた。ところがレリクスルームは不完全だった。11年前デレンダーが死んでしまうという事故が起こった。組織から監視されている寺院の司祭たちはこの事実を隠さねばならなくなった。そこにちょうど僕とレイトン先生がレリクスの謎を追ってやってきた。彼らにとってはまたとないタイミングだった。僕らは捕まり、身代わりとして眠りにつかされた。これが起こったことの全貌だ。しかし眠りについていたのは私たちだけではなかったようだ。おそらく3つ目の棺で眠っていたのは世紀の天才アルデバラン。デレンダー伯爵は絶対の信頼を置いていたアルデバランを一緒にコールドスリープに入れたかった。もしくはアルデバランがそれを望んだか。何のために？それはまだわからない。彼が残した謎を解けばそれがわかるのかもしれないね。先生、奥の部屋もあるようです。行ってみましょう。ここもまたすごい設備ですね。先生、これは何でしょう？図形に計算式、何かの軌道を計算しているようだ。そっちは建物の設計図でしょうか？これは地下施設のようだね。しかもとてつもなく大規模だ。ん？どうしました先生？アルデバランはとんでもないことを考えていたのかもしれない。パパ、これを見て。これは牡牛座ですか？だとするとアルデバランの位置が違う。何なんだ？地球儀ですか？まだまだ仕掛けがありそうですね。世紀の天才が出してくる謎、望むところよ。カトリン、そういえばアルデバランはクリスタルを残していたと言っていたね。見せてくれないか？うん。一見するとレリックストーンを模したクリスタル、これこそがアルデバランから私たちへの挑戦状のようだね。内部にたくさん不純物が混じってるの。なぜここまで混ざったものが加工されたのか不思議だった。そうか、この不純物こそがメッセージなのね。ああ、無数の点によって表現できるもの、それは何か？展示ですか？いや、もっと大きくて壮大なものさ。大きくて壮大なもの？これはおそらくアルデバランが最も対話を得意とする相手、星空よ。星空？どういうことだ？ここね。なんだ？プラネタリウムのようだね。あれは星が落ちた。まさかアルデバランからのメッセージ？これは次なる目的地を示している。さすがだね。君も気づいたかい、カトリー？どういうことですか？この星空は観測室に飾ってあった絵と同じ星空。映し出されている星空は経度ゼロから見た夜空、世界の中心と言われる場所。アルデバランは私たちをある場所に招待している。その場所って？グリニッジ天文台よ。なぜわからないのだ？今我々が手を打たねば大変なことになるのだぞ。何が大変なことになるだ？皆が君を何と言っているか知っているかね？マッドサイエンティスト、狂気の天文学者。何がエリート天文学者だ。いい気になりやがって。私は正常だ。私の言うことを信じなければ世界は待て、離せ。お前たちは事の重大さが分かっていない。
話を聞け。この私を城名だと、私は世界を救わねばならんのだ。なぜわからない。フィリップ、フィリップ、いいのよ。カーラ、私は神に世界を救う力を与えられた。私は選ばれたものなのだ。わかってる、わかってるわ。私しかいないのだ。私がやらねば。これはどうやら正解のようだね。隠し部屋ってやつかしら。ワクワクしてきた。ここがアルデバランが招きたかった場所というわけか。何なんですかね、ここは。通路の先に何かあるわ。これはすごい。地下にこんな大規模な施設があるなんて。ここは一体何なんだ。この天井に映されている天体、どうやらこの部屋自体が謎のようだね。見てパパ、メッセージが書いてあるわ。48の仲間がいた。一人が去って仲間は47になった。何かの鹿。こっちには道しるべは北から南、そして坑道へ至るとあります。三つ目はこれか。最後の道しるべは私と同じ輝きを持つ。そして部屋の中央にあるこの台、さらにこの数字。パスワードを入れるのか。つまりヒントからパスワードを導き出す謎。天文学に関する知識が必要だとすると、アルデバランは私たちに第一段階として自分と同じ知識レベルを要求していることになる。学べということでしょうか。そのようだね。だとすると今の僕らでは、いや、手はあるかもしれない。え、ほほう、なるほど、助かったわ。じゃあね。全ての謎は解明されました。え、本当ですか、カトリーさん。お前星座に詳しかったか。今回の謎は、回答者に知識を要求し突き放す、まるで甘いように見えて酸っぱいタマリンドのような味わいでした。最後までやっぱりわからん。それでは説明しましょう。謎の紳士アルデバランによって課せられた宇宙の試練とも言うべき奇妙な謎解きを。よく響くな、ここ。まず一つ目のヒント、48の仲間とはプトレマイオスの48星座のことと考えられるわ。プトレマイオス、古代ギリシャの天文学者ですよ。でも48っていうだけでなんでそう言えるんですか。プトレマイオスが定義した48の星座のうち、後の天文学会で認定された正式な88の星座に残ったのは47。つまり48の仲間が47になったとはこのことを意味しているわ。なるほど。この47の星座は北天星座、黄道星座、南天星座の3つに分類される。3つの星座群の星座の数はそれぞれ21、12、14。これを2つ目のヒント、道しるべは北から南、そして黄道へ至るというメッセージに従って並び替える。ということは北の21、南の14、黄道星座の12。そう、パスワードは21、14、12になる。これでパスワードは解けると思ったんだけど、もう一つ足りない数字がある。そこで3つ目のヒント、最後の道しるべは私と同じ輝きを持つ。この私が何を意味するのか。何なんですか。ここでの私というのはこの問題の出題者アルデバランのこと。アルデバランは本来星の名前、つまり私と同じ輝きとはアルデバランと同じ一等星を指している。4つ目の数はおそらく一等星の数。星空には21の一等星がある。つまりパスワードはさっきの3つにこの数字を加えた21、14、12、21。これが答えよ。すごいじゃないか、カトリー。よくこれだけの謎を短時間で解くことができたね。うん、ちょっとした裏技を使ったの。パパや私以上の謎解きの権威に頼んだのよ。誰のことですか。後で教えてあげるわ、ノア君。なんだよ、気になるな、おい。さあ、行こう。
君がアルデバランか。このワインは私自身で作ったものだ。111年という長い時間をかけてね。なんと成熟した香りだろうか。ここに来たということは、あの最後の謎も解いたというわけか。さすが私が見込んだ通りだ。よく来たな、エルシャール・レイトン。君が用意した全ての謎は解明した。話してもらおうか。なぜ君がこういうことをしたのか。今度は剣の腕前を試すつもりかい。先生、愚問だなレイトン。私が試しているのは剣の腕前などとちっぽけなものではない。なんだと。この世界を任せるに値するかどうか、私の代わりになりうるかどうか、貴様が救世主たるかどうかだ。どうしたレイトン、そんなことでは私の代わりは務まらんぞ。私に何を試そうとしているのかわからないが、私は君の代わりにはなれないし、なるつもりもない。なんだと。私の言うことが聞けぬだと。お前も私のことが信じられないというのか。神より力を与えられた私の言葉が。パパ。先生。111年前、私は天文学の研究に没頭していた。私は誰よりも進んだ天文学の知識を持っていた。それゆえ気づいてしまったんだ。人類に近い将来降りかかる悲劇に、地球に衝突する彗星の存在を発見したのだよ。しかもその時期は百数十年後。彗星が衝突すれば、地表では大きな爆発が起き、大地は汚染され住めなくなるだろう。つまり人類は滅亡するのだ。しかし私は不謹慎にも喜びを感じていた。私の研究が、私の頭脳が世界を救うことになるかもしれないとな。そんな時デレンダーからの依頼で秘宝レリクスの存在を知った。古代の民が作り出した人を未来に運ぶ装置だ。私は思った。世界を救い、歴史にその名を刻めるのだと。しかしレリクスの技術を解析し、人を救う冬眠シェルターを建造することは当時の技術では難しかった。だから私は装置と一緒に未来に行くことにしたのだ。滅びの日が来る前にシェルターを建造し、可能な限り多くの人々を救う。本当にそんなことが可能だと。可能だよエルシャール・レイトン。君にならな。なぜだ。なぜあいつらには理解できなかったのだ。滅亡する事実も、それを救う手段も、あいつらは私の計画を大量虐殺とほざきやがった。私の体は長く持たない。世紀の目覚め方をしなかった私の体の細胞は異常をきたしたのだ。しかし目的は果たす。私はこの時代に目覚めてから、私の思いを引き継げるものを探した。レイトン、私に匹敵する君の頭脳なら、私の思いを引き継ぎ人類を救うことができる。
レリクスを解析し、大規模なシェルターを建造し、人々を冬眠させる。そんなことは不可能だ。エルシャール・レイトン、君こそが私の意志を告げるものだ。狂気じみた正義感、あれがアルデバランという男か。でもそれが本当だとしたらまずいんじゃない？ああ、ただし彼の言うことが本当ならね。こんな仕掛けがあるなんて。一体ここは？ジェラルディン？アスポーロ警部。二人にはスコットランドヤードで天文学者絡みの資料を探していた時にこの件を頼んでいたんだ。ジェラルディンさん、頼んでおいた調査資料は？持ってきました。教授、受け取ってください。ありがとう、助かったよ。そこ知り合いだったの？何よ、悪い？悪くはないけど。で、なんでアスポアロ警部まで？レイトン教授にジェラルディンの護衛を頼まれてな。別にいらないんですけどね。なんだと？私がいなければ道に迷っていただろう。はあ？そこを喧嘩しない。やはり僕たちの予測は当たっていたようですね。ああ、パパ？アルデバラン、君の理論には大きな間違いがある。君が眠っていた間に世界は進歩を遂げた。君が知る天文技術はもう過去のものだ。なんだと？私は君の屋敷に天文学者を呼んで、君が予測した彗星の脅威について改めて調べてもらった。部屋に残されていた君の研究結果を見てもらってね。天文学者たちは驚いていたよ。何しろ滅亡の危機を確認したわけだからね。そうであろう、私の理論に間違いはない。ああ、当時の天文学者たちには理解されなかった君の理論は今の学者たちによって肯定された。確かに世界は滅亡の危機に瀕している。その通りだ。しかし滅亡の時期は今ではない。なんだと？審判の日は今からさらに120年後だ。バカを言うな、私の計算は正しい。なあ、君は間違っていなかった。間違っていたのは君がいた時代の観測望遠鏡の方だ。望遠鏡の精度の悪さによるわずかな誤差が君の計算に狂いを生じさせた。君がもし今の設備を持っていたならきっと正確な日時を予測できていただろう。本当の運命の日はさらに120年後だと。ああ、だから今の私たちにできることはないんだ。では我々には未来の滅亡を止められないというのか？ここまでやってきたというのに。そうだ、レイトン、お前だ。お前がレリクスでさらなる未来に行くのだ。その手がある。ああ、もういいですか、アルデバランさん。うぬぼれないでください。世界を救える天才はあなただけなのでしょうか？未来にはあなたやパパやこの私ですらも超える天才がきっと現れる。その天才が滅亡の危機の謎を解き明かしてくれるかもとはどうして思えないのです？なんだと？人は進歩していくものですけれど、進歩は一人の力によってなされるものではありません。一人の歩みが次のものに引き継がれ、長い長い歩みの果てに人は多くのものを手に入れてきたのです。私たちがこの危機を発見し未来に語り継ぐことで、この滅亡の危機の謎に多くのものが挑戦するでしょう。そして人は世界滅亡の謎の答えにたどり着けるかもしれません。いえ、きっとたどり着けます。世界滅亡の謎を解明するだと？私もそう思う。それを信じてみないか。未来の者たちに希望を託せというのか？そんな不確かなものを信じられるというのか？不確かなものではありませんよ、アルデバランさん。何？人の歴史は多くの不可能を可能にしてきました。その時代に生きた天才たちが世界を豊かにする謎を解いてきたからです。この実績を考慮し推理すれば、この世界滅亡という難題を乗り越えられる天才が現れる可能性は極めて高い。あなたやレイトン先生のような新たな時代を切り開く天才によって世界は救われる。なんだお前たちは。私はレイトン教授の娘、カトリーエール・レイトン。あなたよりもずっと新しい世代の謎解きの権威よ。いつから権威になったんだよ。では聞く。
私以上の頭脳を持つ者がどこにいるというのだ。いますよ。あなたはおかしいと思いませんでした？先ほどあなたが出した天文学の知識を必要とする無茶な謎を私たちは短時間で全て解き明かしました。ああ、よく学んだものだな。残念ながら私たちは全く星空のことなど学んでいないし分かりません。なんだと？では問題です。果たしてこの謎を解いた人物は誰なのでしょう？あれを解き明かしたのはパパでも私でもない。あれを解いたのは仲良しパワーです。私はこの通信装置を使って仲間に連絡しました。私の友人ベンガリー先輩は世界の仲間たちに無線と呼ばれる技術を使って問いかけた。世界中に散らばった友人たちがその答えを出してくれたのです。世界中の天才たちが力を合わせて解いた謎解きのコンビネーションプレイよ。ワールドスケットマンネットの仲間たちよ、ありがとう。力を合わせて謎を解いただと？そうか、そういうことだったのか。ええ、アルデバランさん、あなたのようなロンリーな天才はもう古い。これからは天才が力を合わせて謎を解く連携プレイの時代なのです。バカを抜かすな。私の考えがもう古いだと？この私が。どうしてだ？誰がそう決めた？お前か、それともお前か。私は全てを犠牲にしてここまでやってきたのだ。全てだぞ、大切なものも何もかもだ。カーラさんもですか？なぜカーラのことを？謎を解くときに一つ引っかかりました。そこにあるはずのカーラという星がなかったこと、ペアのワイングラスがパパに向けてでなく女性用だったこと、最後は勘です。あなたの言葉を聞いて世界を救うことは他の人にもできた。だけどカーラさんは？あなたがいなくなってどうだったのでしょう？あの時、お別れだカーラ。明日の夜旅立つよ。どういうこと？私は未来を作りに行く。これは私にしかできないことなのだ。もう会えなくなるの？この世に君以上に大切な人はいない。だが今は私個人の幸せを優先するべき時ではないのだ。これは私にしかできない大義なのだ。分かってくれ。達者でな。私を幸せにすることもあなたにしかできないことなのよ。あの時カーラを抱きしめてやれるのは私だけだった。そして私は一人旅立った。私を愛する者など誰もいないこの時代に世界は変わったのだな。アルデバラン。アルデバラン。どうやら時間が来てしまったようだな。世界の危機は未来の天才が救う。私も君たちのその理論を支持するとしよう。君たちのようなこの時代の天才に会えてよかった。アルデバラン。君は未来の危機を見つけてくれた。それは十分世界を救う功績だよ。こうして史上最高の秘宝レリクスの謎は解明され、その物語は幕を閉じるのでした。世界を救うために長い時を超えて現代にやってきたアルデバランさんは人に知られることのない英雄と言えるかもしれません。それはまるでプラムケーキの中に練り込まれたブランデーのように。ここでもスイーツかい。
なご依頼でお越しですか？